立東市。立東市は、滋賀県の南西部に位置する市。1991年に、立東駅が開業したことや、名神高速道路立東インターチェンジが設置されており、自動車の便が非常に良いこと等から都市化が急に進み、2001年10月1日に、市政を施行した。全国的には、関西馬のお膝元である、日本中央競馬会、JRA の立冬トレーニングセンター、 トレ線があることで、馬の町として有名であるか、はかりの生産量についても、全国一位である。滋賀県の南部に位置する。市内には、東海道新幹線や、JR 東海道本線、名神高速道路、新名神高速道路、国道1号線、国道8号線など日本の大動脈が通っている。かつては、 田園地帯の広がる農村だったが高速道路のインターチェンジ IC があるなど道路交通の要衝になっていることや西には大阪や京都東には名古屋といった大都市に比較的近いことなどら高速道路の開業後には多数の企業が進出した。また1991年には立東駅が開業し京都や大阪への通勤が便利になりこれらの要因から 住宅開発が急速に進み人口が急増した。総人口は1996年に5万人を突破し、2011年には6万5千人に達した。市内には工場や流通業務施設が多数立地しているため、財政力指数は高く、1983年から27年連続で不交付団体になったことがある。ただし過去に、 大型公共施設への投資などを行ったため多額の負債を抱え、財政そのものは良好ではない。また、景気の低迷によって2008年以降は、急速に税収が落ち込み、2010年からは、普通交付税の交付団体になっている。面積の半分近くを山が占めるが、新名神高速道路が開通するまで、トンネル、アンダーパスを除くが一つも存在しなかった。 旧狂元郡の東部であることによる2010平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると6.32%増の63,652人であり増減率は県下19市町中3位また同調査によると年少人口比率は19.5%全国で8番目に高い高齢化率は14.6% 全国で14番目に低い。立冬市の合計特殊出生率、平成20から24年の5年間平均は1.99で、滋賀県の市町村中では圧倒的に高く、全国の市区町村中でも28位である。立冬市はもともとは水田の多い場所だったが、トレーニングセンターの開設や、立冬インター会業による企業進出によって人口、 税収ともに急増した。さらに、タバコ小売業者を定義誌で誘致した結果、多額のタバコ税収入があり、一時は税収の25%をタバコ税が占めた、財政的に見て非常に豊かだった。このため市は人口増加を見込み、立東芸術文化会館さきら環境センターといった大型公共施設を建設し、公園や児童館を多く作るなど、 子育て環境を整えた。しかし、法令の改正などによって2005年頃からタバコ税収入が大幅に減少、また2008年に発生した世界同時不況によって法人市民税や個人市民税が減少し、2010年には28年ぶりに地方交付税が交付された。さらに、新幹線の新駅が中止になって土地開発公社の経営が困難になり、 広大な土地が塩漬けになった。また、追い打ちをかけるように、タバコ小売業者への貸付金返済が届こうると、これらの要因によって、2011年度決算で、交際費比率が19.9%、将来負担比率が281.8%、ただし実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに、なし、死災残高が、 約591億円と非常に厳しい財政、運営を強いられている。市土地開発公社、以下公社は平成23年度末現在で約11ヘクタールの土地を所有しており、それらの土地の母家、購入価格と利息の和は約165億円となっている。負債額は市税収の1.3倍に達しており、市の財政を圧迫している。 後者は1992、平成4年4月に設立され、大型公共施設の用地買収や、新幹線新駅計画地の用地買収などで活躍した。しかし、地下下落の長期化や、2007年10月の新幹線新駅中止によって、保有地含み損が大きくなった。また、新駅の中止は、金融機関の信用低下を招き、後者は資金繰りに急した。 市は後者に対して債務保障をしているため、後者の経営が破綻した場合は、市が後者の債務を肩代わりしなければならず、市財政が破綻すると言われている。校舎保有地1メートルあたりの平均母価は約15万円で、市内の商業地の最高地価と、ほぼ同額である。一方で、時価、売却価格は約35.5億円と母家の21.5%に、 とどまり、差損は、約129.7億円となっている。公社経営検討委員会の報告書によると、公社について、以下の問題点があることが分かった。公社経営検討委員会は、公社をこのまま放置すると、市の財政が破綻する、可能性がある、公社存続の有益性が低いなどの理由から、第三セクター等改革推進債、三セク債を利用して、 公を解散するのが最も良いという結論を出し、2014平成26年3月に解散した三石債の借入れ期間は原則10年だが、後者の負債が莫大であり10年間での返済は困難であるとして、借入れ期間を30年間に延長するよう手続きを行っている。三石債を発行した場合、後者負債の返還費が市の公債費になるため。 市の実質交際比比率が上昇する。検討委員会のシミュレーションによると、2016、平成28年度には、実質交際比比率が24.6%と、早期健全化基準25%に近づくと、されている。近年では、手元北部や八谷を中心に、工場や運送会社の進出が目立っている。投資には、 滋賀県内は元より県外にも影響力を持つ上記の高級家具の販売を行う企業があり、特筆できる。工業誘致に集中しているため、エディオンなどは撤退し、商業系施設は草津市への依存も大きい。比較的大規模なスーパーは、スター、競務スーパー、ドラッグストア、平和堂、立東駅前、バロー程度であり、国道から離れるとコンビニも少なく、 駅周辺の住民を除けば、車が必須の社会である。一方、自動車販売店は、かなり多く、ヤナセ、メルセデス・ベンツ・アウディ、BMW ・ミニ、クライスラー、ポルシェ、BMW、ジャガー、プジョー、シトロエン、DS、シトロエン系など、欧米メーカーのほとんどが、日清食品の工場付近の国道1号線沿いに10店舗ほど、集中している。基本的には、 商業施設は、草津市に依存する形となっている、草津 A スクエア、LT932、近鉄百貨店草津店など。そのため、運輸業のトラックと、各地への通勤の車と、買い物、送迎の車で、平日の朝夕と土曜日の夕方を中心に、1号線と8号線の混雑がひどくなる悪循環が生まれており、 数少ない立東市の公共交通サービスのバスも朝と晩は遅れてくることもしばしばである。また、国道1.8号線の大動脈の傍らには飲食店が多数あるが、トラックなど大型車はコンビニぐらいしか入れるところがない。サイゼリアやメシや焼肉の平常園は撤退した。また、国道1号線沿いの大橋にはエディオン、ジャンボ中村、 赤谷の3店舗が1つの建物に入っていたが、ジャンボ中村は2014年3月に、赤谷は同年9月に、エディオンは同年11月に、次々と閉店した。エディオンの跡地はパチンコ店が進出した。平城園の跡地はドラッグストアが出店した。近年ではコストコが進出する意向を示している。立東市南部に多く路線があり、草津線より、 北側は、公共交通機関が少なく1日3便の市役所、再生会の循環バス、クリチャンバスと、1日7から9便の芝バス、草津駅伊勢落ち、石辺駅の路線のみ。市の中心部には、名神高速道路の立東インターチェンジがあり、加えて、国道1号線と国道8号線の欠節点があるなど、輸送に好都合な条件であることから、各種工場や、 流通業務施設が立地しており、優れた道路輸送の利便性が市の発展に大きく貢献している。市南部を新名新高速道路が約 4km に渡って通過している。約 4km のうち大部分が大宮大鳥橋と根性山トンネルで構成される。根性山トンネルの前後の区間は標高が 300m ほどある。また、 市の中央部を明信高速道路が縦断している。立東市内の区間は新明信高速道路の開通後に交通量が減ったものの、北陸や岐阜、長野方面と関西を結ぶ大動脈になっているため、昼夜を問わず交通量が多い。降雪時を除けば平日に渋滞することは少ないが、上り線は立東インターチェンジで車線減少するため、 連休の際には激しく渋滞する。毎年4から6月、10から11月の土日祝には、で、現駅から、今生島で、根世めぐりちゃんバスが運行されている、大野神社や、九本の滝、今生山形民の森などで上降することもできる。1989年、平成元年選定、立東トレ線が位置しているため、競馬機種などの競馬関係者が目立つ。 それ以外にもプロ野球、サッカー選手が多いのも特徴である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。